いやもう積極的に、振りに行こうっていうのを決めたんで、それがいい形になってくれて良かったと思います。食らいついてバットに当てて、あの瞬間というのはどんな気持ちだったんでしょうか？そうですね、今日、僕の講演会の方たちが来てくださったんで、その方たちの、後押ししてくれた、野球だったかなと思います。試合を決めてチームメイトからは手荒い祝福も受けましたが、そちらの気分はいかがでしたか？めちゃくちゃ寒いです。そして今日は先発の東投手の力投も聞かれました。後ろで守りながらどんな風にご覧になっていたんでしょうか？すごい、いいピッチングをしてたんで、なんとか点取りたかったんですけど、まずはにはちょっと申し訳ないかなと思います。おとといは12回までの延長戦、昨日が1点差の大接戦、そして今日がまたこのヒリヒリする延長ゲーム、この1週間激戦が続きましたが、戦いを一般置いていかがでしょうか？そうですね、なかなか、簡単には勝てないと思っているので、1点差でも、勝てれば、いいかなと思います。そしてやはり今日も気になるのがそちらのマイクなんですけれども、そのヒーローマイクについているのは何でしょうか？紅林のジャガイモです。ジャガイモデーとして開催されています。2日連続のこのジャガイモデーの立ち台というのはいかがでしょうか？そうですね、その前が多分マンゴーの日だと思うので、マンゴーと、ジャガイモデー、その、食べ物ばっかりだなと思います。ご縁がありそうな中川選手なんですけれども、ちなみに好きなジャガイモ料理は何でしょうか？でも面白いことは言えないですけど、肉じゃがが好きです。ありがとうございます。さあ、激戦を制してバファローズでは貯金が今シーズン最多の23となりました。今日も熱いご声援ありがとうございました。まだまだ、試合が続きますが、皆さんの、温かい声援というのが僕たちのお力になります。これからも熱いご声援よろしくお願いします。